はいどうもこんにちは。そろそろヒゲが剃りたくなってきたおじさんです。じゃん。今日もねカメラが楽しくなる話をしたいなと思いますけどもね、こちらにあるカメラ、レンズ交換式カメラです。レンズ交換ができるんですね。こういったレンズ、いろんなレンズがありますけどもね、型番がねいろいろあってわけがわからなかったりしますよね。この型番の意味を理解するともっとカメラレンズ楽しくなるよと、今日はそういう話をしたいなと思います。こちらにありますのはねオリンパスのカメラなんですけども、型番の法則性が一番わかりやすいなと思うのは、僕はキャノンだったりするんでキャノンを例に挙げたいと思いますけども、EF35mmF2ISUSM というものがあります。このね型番の意味をねちょっと解説したいなと思いますけどもね、まず頭についてます EF ですね。 EF ってなんだろう。キャノンって EF レンズっていうのがあります。 EF マウントっていうのがありますね。マウント名かなと思ってしまうとちょっと違うんですね。EF マウントの中でも MF レンズがありまして、マニュアルフォーカスのレンズ、こういったものは、例えば TSEだったり MPE だったり、ちょっと名前がね変わってくるんですけどもね、 EF というのはねエレクトロフォーカスの略なんですね。だから MF レンズにはその名前はつかない、ということでね、厳密にはこれマウント名ではなくて、こういったモデルのシリーズがあるよということになるのかな。でこの後が重要で、 35mm ね、35億っていうのはありますけども、 35mm、 これは焦点距離ですね。まあ、一番重要なところですよね。何ミリのレンズを買うかみたいなところでね、この数字が一番重要ですよね。 35mm のレンズ、はい、ということになります。でその後これも重要なんですけどもね、 F2 っていうのはね、これは開放 F 値ですね。一番レンズがね絞りが明るいところでどれぐらいの値になるのか、どれぐらいの F 値になるのかっていうのが書いてあります。その後がですね、これはちょっとねメーカーによって表記が違ったりするんですけども、 IS、 キャノンの場合は IS ですね。イメージスタビライザー、手ブレ補正ですね。手ブレ補正を内蔵しているレンズだよという意味ですね。でその後も、これもキャノン独自になるのかな、USM、はい、USM というのはモーターの種類ですね。超音波モーターを搭載しているということになりますね。キャノンだと他には STM なんてものもありますね。ステッピングモーターのレンズもありますけどもね、はい、ということでね、レンズの型番、何もかっこいい名前をつけたとか、むちゃくちゃにつけてるわけではなくて、それぞれ意味があるんでね、皆さんもねお手持ちのカメラ、いろんなメーカーのレンズありますけどもね、カメラメーカーだけじゃなくてね、レンズメーカー、シグマとかタムロンのレンズでもね、それぞれ意味はありますんでね、調べてみれば検索してみればね、すぐわかるんじゃないかなとは思います。はい、ということでね、面白いなと思ったら、皆さんもね自分の持ってるレンズどういう意味なのかなって、ちょっと調べてみるといいかなと思います。そして最後にクイズなんですけども、キャノンの一眼レフ EOS というのがありますね。 EOS、 これ何の略でしょうか。分かった方は、クイズの答えを下のコメント欄に書き込んでくださいね。はい、それではさよなら、さよなら、さよなら。